ウィープレスウィークリー。今日の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。本日のメニューです。ホーチミン近隣地域の地価上昇、ドナー登録をするベトナム人が増加、日本人少年の話でベトナム航空が U ターン、ベトナムの GDP 成長率は 7.5% と予想、アップルが史上初のカントリーマネージャーに女性を任命などの話題をご紹介します。ホーチミン近隣地域の地価上昇。ホーチミン市周辺の地方の地価は1平方メートルあたり1600万から4900万ドン、約9万から27万円まで急速に上がりました。最高値はドン大小で7410万ドン、約42万2370円でした。不動産コンサルタント会社 DKRA のレポートによると、週の平均は4930万ドン、約28万1010円で最高でした。続いてバリア分担賞が3500万ドン、約19万9500円、リングオン賞が3350万ドン、約19万950円となりました。昨年比 12.5% 増である4904区画の土地が新たに市場に投入され、昨年比 28% 増である3863区画が売却されました。新たに投入された土地の供給元はローマン賞の 50% とリングオン賞の 24% の2つが中心で、ホーチミン市にはありませんでした。不動産ポータルサイトバトドンサンコムのデータでは、南部各省の地価が7から 23% 高と高騰していることが分かっています。しかし土地区画の建設件数は2021年からわずかに減少しており、市場の変動が激しい中で購入者がより慎重になっていることが明らかとなりました。不動産開発会社ベトアンフォアのディレクターであるチャンカインクアン氏は、土地区画は平均利益率が年間 15% に達する可能性があるため、今後も安全な投資先になるだろうと述べました。ドナー登録をするベトナム人が増加。ベトナムでは臓器提供の登録者数が年々増加し、2022年には約5万人となりました。2014年にベトナム国立臓器移植調整センターが設立された時、登録者はわずか200人で、そのほとんどがセンターの職員と医療従事者でした。その数は2017年には2万人を超え、2021年には4万6000を超えました。現在はほぼ5万人に達しています。国立臓器移植センターのドン・バンエ所長によると、ベトナムでは死後の世界に備えて完全な状態で死ぬべきだという死生観が強く、死後体の一部を提供することを望まない傾向がありました。しかし近年になって脳死後のドナー提供に関する多くの感動的な物語が、人々の死に対する見方を変えるきっかけになっているといいます。ドナー登録者は出身地も年齢も様々ですが、自分の家族を持っている人が多いそうです。ベトナムの臓器提供の現状は世界の傾向と全く逆で、臓器移植の 95% は生きている人がドナーで、亡くなった人から臓器提供を受けるケースは 5% に過ぎません。ベトナムでは1992年に最初の臓器移植が行われ、現在では6500件の臓器移植が行われています。ちなみに日本も低く100万人あたりのドナー登録は 0.61% にとどまっています。日本人少年の話でベトナム航空が U ターン。8日ハノイ市から東京都へ飛行中の旅客機が羽地を理由にノイバイ国際空港へ U ターンしました。ベトナム航空が運航する VN384 便は145人の乗客を乗せ飛行中でした。離陸後1時間45分が経過したところで、10歳の少年が鼻血を出しました。少年には母親と妹が同行していたそうです。乗務員が直ちに応急処置を行ったが鼻血は止まらず、ノイバイ国際空港に戻って医療措置を受けることが決定されました。着陸後少年はハノイの病院に運ばれ、健康状態は安定しているそうです。飛行機はその後4時間遅れてフライトを再開しました。ドアンティキム当客室乗務員長は、飛行機には医師が同乗しておらず、
子供が東京まであと5時間は耐えられないと判断したため、子供の健康を優先しての岩井国際空港へ戻ることを決断したと述べました。男の子の健康状態が安定していることを知って嬉しく思います、と彼女は言いました。ベトナム航空によると、3時間の遅れにもかかわらず、他のすべての乗客は客室乗務員の対応に支持を示しました。ベトナムの GDP 成長率を 7.5% と予想。世界銀行は、上半期の景気回復のおかげで、ベトナムの今年の経済成長率は 7.5% になると予測しています。世界銀行が8日に発表した報告書によると、消費者が溜め込んでいた需要を満たし、外国人観光客の入国数が増加したことを要因として、第2四半期の経済成長率は 7.7% となりました。年間の平均インフレ率は 3.8% になると予想しています。高い成長率が予想されていますが、ベトナムの主要輸出市場における成長鈍化やスタグフレーション、商品価格ショック、グローバルサプライチェーンの継続的な混乱といったリスクが残されていることが危惧されています。世界銀行のベトナム担当ディレクターであるキャロリン・タンク氏によると、ベトナムが望ましい経済成長を維持するためには、毎年2から 3% の生産性向上が必要となります。国際的なデータから、労働者の生産性を高めるためには教育システムに投資することが効果的だということが分かっています。アッパーミドルの平均的な高等教育への入学者数に匹敵するためには、2019年のほぼ2倍である380万人の学生を高等教育機関に入学させる必要があります。国際通貨基金は先にベトナムの成長率を 6%、HSBC は 6.9% と予測しています。アップルが史上初のカントリーマネージャーに女性を任命。アップルは、ベトナム初のカントリーディレクターにベトナム人女性を任命したことが明らかになりました。関係者の話によると、ベトナムカントリーディレクターはグラブベトナムやユニリーバベトナムで重役を務めていたグエンタイハイバン氏が任命されています。公式発表はされていませんが、バン氏のリンクトインのプロフィールには2022年5月からこのポストについていると記載されており、とあるアップルの正規販売店は VN エクスプレスに対して、新しい職務でバン氏と協力していることを明らかにしました。内部関係者は今回の人事はアップルがベトナムでの事業を拡大するための動きだと考えています。以前までは地域ディレクターが監督していました。アップルのティム・クック CEO は直近の振り返りで、ベトナムがアップルの成功に貢献した4つの市場のうちの1つであるとして評価していました。現時点ではベトナムに公式アップルストアはなく、製品は正規販売店のネットワークを通じて流通しています。国会がスポーツ賭博の合法化を提案。ベトナムの国会議員は10日、国内で違法賭博が蔓延している状況を受け、政府がスポーツ賭博を合法化することを提案しました。写真のトーラム公安省大臣に対する国会質疑で、ハムバンフォア議員は、複雑化したオンライン賭博犯罪が増加していることを指摘して、賭博のより良い管理と課税を目的とした競馬、ドッグレース、国際サッカーの賭博事業に関する法令実施の提案をしました。オーブックフォック財務大臣によると、法令は2017年にすでに発行されており、2020年には首相によってハノイの即村地区への競馬場建設構想が承認されています。しかし、様々な困難に阻まれ、計画はまだ実行に移されていません。また、文英省とラムドン省、リンフック省の3省が競馬場への投資計画を提案していますが、現状は調査段階です。法議員は、違法スポーツ賭博行為の摘発を行っているが、2017年に発行された賭博に関する法令が未だに実行されず、違法賭博が広範囲に及んでいる、と主張しています。さらに、ベトナムではすでに試験的なカジノ運営の許可をしているが、なぜ賭博は違うのか、今すぐ許可ができないことには、何か理由があるのか、と追及しました。ボック財務大臣は財務省が賭博の法令を調整するために、計画投資省と法務省に意見を求めているとして回答を行いました。
ベト株日記。12日グイエリインデックスは 0.82% 上昇し 1262.33 ポイントで今週の取引を引けました。これで2ヶ月ぶりの高値に到達となっています。全体として動きは小さいですが、鉄鋼のフォーハット HPG が 2.4%、 国営銀行 BIDV が 2.3%、 証券会社 SSI が 2% の上昇などが目立っています。一方でベトジェット VJC がマイナス 0.7%、 不動産関連が売られています。ベト株日記は7月中に急回復して、一時はマイナス 1.3% まで赤字が縮小しましたが、現在はマイナス 2.3%、 14銘柄中マイナスは6銘柄にまで改善しました。特にマイナスが目立つのがコロナ治療薬のメコファー製薬 MKT。 一時はこの銘柄だけプラスなスーパースターでしたが、現在はマイナス 24% まで落ち込んでいます。コロナが落ち着いて他の銘柄は上昇し、位置が逆転しました。バオミン保険 BMI はさらに悪いマイナス 32%。 こちらは口座開設時に証券ガールにおすすめされて初めて買った株で、直後に暴落して、位置はマイナス 40% を超えました。現在はこれでも少し回復してきました。小さいボーナスとしては、証券会社 SSI の株で優勝投資株式の割り当てが実行されました。持ち株の 50% の投資割り当てでしたので、100株を時価よりかなり安い1万5000ドンで取得できました。定額で毎月の予定がしばらく不勉強で実行できていませんので、そろそろ銘柄を追加したいです。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。We'll be right back.